ジェームズ・ガーナーはアメリカ合衆国の俳優である。オクラホマシューノーマンの出身で、本名はジェームズ・スコット・バムガーナーである。父親はカーペット職人で3人兄弟の末っ子。一部チェロキー族の血を引いていた母親はジェームズが5歳の時に亡くなっている。父親の再婚相手に虐待されたため、14歳の 時に義母と喧嘩になり殴り倒してしまうこの事件が、元で父親と義母は離婚した。7歳の時に、ロサンゼルスに住んでいた父親の元に戻り、地元の高校に通う。高校の体育教師に勧められて、水着のモデルをする。報酬は良かったがこの仕事が好きではなく、結局オクラホマに戻って、地元の高校で、スポーツに励む。しかし、学業不振で中退する。 朝鮮戦争に従軍するが名誉戦勝賞を与えられ除隊。モデルや舞台俳優を経てワーナーブラザースと契約。1957年のロケットパイロットが映画デビュー作。テレビシリーズマーベリックでの長男ブレット役で一役人気俳優となる。次第に活躍の場をテレビからスクリーンに移し、大脱走、グランプリといった大作アクションから。 スリルのすべて、プレイボーイ、セパレートベッド、恋する、パリジェンヌなどのロマンティックコメディ、破壊しと決闘、夕日に立つ、保安官など、西部劇まで幅広い作品に主演した。1974年には、ロックフォードの事件メモでテレビ界に復帰、そのひょうひょうとした個性で人気を集める。マーフィーのロマンスでは、アカデミー賞主演団優勝候補となったほか、 その他の作品でも3度のゴールデングローブ賞、2度のエミー賞の主演団優勝に輝く実力派。2005年、半世紀にわたる息の長いキャリアを称え、アメリカ映画俳優組合から生涯功労賞を贈られた。2000年以降の出演作には、スペースカウボーイ、君に読む物語、テレビ、シカゴホープ、パパには秘密などがある。 2014年7月19日、自宅で死去。86歳没。1956年にロイス・クラークと結婚。ロイスの娘キムと二人の間に生まれた娘グレースの二人がいる。2008年には軽い脳卒中を起こし、入院、手術した。ありがとうございます。